楽天、最近ですね、非常にモバイル事業が苦戦しておりまして、まだシェアですね、2% 台しか取ってないにもかかわらずですね、全社員に対して1人5件の営業ノルマを課されてるということで、僕の元部下もですね、何人か楽天にいたりするんで、彼らが、Facebook でお察しください。楽天モバイル一回でもいいから試してみてください。なん、都心部ではまだ繋がりやすいですみたいなこと書いてあって、もう涙ぐましい努力をしててかわいそうだななんていうふうに思って、たりもするんですけれども、それはですね、三木谷さんにですね、どうやら年末劇を飛ばされたらしくて、やばいから、お前ら全員一人ご契約取ってこいみたいな感じの劇を飛ばされたらしくてですね、昭和の劇かみたいな感じで、なかなか香ばしい状況になってきておりますが、まあ基本的に楽天の EC 事業めちゃくちゃ好調です。そうですね、だいたい四半期で2000億円ぐらい売り上げてるんですかね。それでまあ利益200億とかだいたい平均してその辺台なんですけど、1000億円ぐらいは年間で営業利益出てたりとかするし、金融事業も同じぐらいの規模の利益が出てる。ただまあ金融事業でも儲かったのは楽天カード、楽天証券、楽天銀行、まああとはですね保険とかいっぱいありますけど、ここはもうほとんど無視していいような、なんか海外事業のバイバーとかなんかいろいろごちゃごちゃありますけど、ほとんど無視していいような状況で、基本的には楽天というのは楽天市場の EC 事業と楽天銀行とか楽天証券、楽天カードの金融事業、フィンテック事業ですね、こちらの方でほとんどの利益を稼いでると。その2000億円ぐらいですかね、営業利益ベースで2000、3000億ぐらいだいたい稼いでいて年間で。で、モバイル事業がだいたい四半期で1200億とか、年間4、5000億円規模ぐらいの赤字を出していて、それがまあグループ全体の足を引っ張ってるっていうような状況なんですけれども、もうすでにですね、虎の子のフィンテック事業の楽天証券株のですね、4分の1ぐらいをですね、売却しております。800億円ぐらいで売却してるんですかね。だから、簡単に言うと、まあ、3200億円ぐらいの時価総額、というふうに考えられてるんです。上場したらもうちょっと上に上がると思うんですけど、上場したらですね、逆にこう売りにくくなるんで、とにかく今すぐキャッシュ化をしたいっていうのが彼らの要望であると。それぐらい要は金銭的に追い込まれてる。で、そうやって連結財務諸表を見るとですね、楽天本体が持ってる現預金っていうのは、そんなに大きな規模ではなく、その数百億円が虎の子になるぐらい、まあ今やばいような状況になっていて、そこに来て年利 11% の社債を出したりとか、そういうような状況になってるんで、かなり危ないような状況になってると。そこに来てプラチナバンドの割り当てを強烈に、申し入れていたんですけど、3キャリアから 15MHz 分ぐらいずつ、合計 45MHz 分取って、3、4000万人が接続しても大丈夫なキャリアを作ろうとしてるんですけれども、まあ折衷案としてドコモから、もっと小さい5メガぐらいですかね、ぐらいの割り当てを 7.5 メガぐらいですかね、すごい小さな帯域を割り当てられて、それで何とかしろと。そうすると数百万人ぐらいしか収容できないんです。まあ、これから新規で、ユーザーをいくら取ったとしても楽天の社員に1人5契約ずつ取っても2万件ぐらいしか取れないんですよね。だからもう焼け石に水のような状況になっていて、2023年2024年この中でですね、楽天はフィンテックを完全に売却してモバイルのにかけるのか、あるいはもうモバイルを損切りしてなんとか本体を生き残されるのか、ああそういった決断を迫られるようになると思っております。ということで、いってらっしゃい。